何がなんだかわからん第116走行師団解説ハッチマールよ。え、走行師団が116個もあるかって、あったら戦争勝ってるんだよな。ちなみに一番大きい数字は第233走行師団だぞ。それはさておき、第116走行師団は44年3月にフランスのパリとカル、アブールのあたりで編成された。母体となったのは第16走行敵団兵師団及び第179予備走行師団であり、後者は名前の通りだが、前者に関してはドニエプル・カルパティア攻勢にて壊滅。その残りカスを後方地域であったフランスに送って再編成に当てたということである。余談だがドニエプル・カルパティア攻勢について駐日ロシア大使館がツイートしてるんだが何を伝えたいんだよ。それはそうとこの2師団が合体して新しい師団として再編されるが、何を解き狂ったのか第116走行師団と名付けられる。そこはせめて179だろと思うが第179予備走行師団の前身が第179走行師団だから書類上紛らわしい。なので第16走行敵団兵師団の第116戦車大隊から取ったと思われる。ちなみにその第116戦車大隊は第1予備走行大隊と合体して第16戦車連隊になったからもうわかんねえなこれ。そして余談も余談だが第16走行大隊も存在していたが、番号からして初期に編成されたと思うが実態はなんと1945年編成。旅客戦車から編成された上編成地が包囲されたクールラントとかでネタに尽きない。もう師団とか大隊とか連隊とかでくどいので黒板を見てね。また師団は愛称として、ビントフンドと呼ばれているが、これは前身の前身である第16歩兵師団が生殖作戦時に、ドイツ軍の中で最初にコーカサス地域に進出し、その後素早い進撃でドイツ軍の中で一番東まで突き進んだことに由来する。また師団章に書かれている犬も同作戦時に飢餓状態で隊員の元に駆けつけたグレイハウンドのサーシャに由来する。師団章自体は戦後に第212走行敵団兵大隊のものとして引き続き使用されたが、犬が国防軍を想起させるとして2004年に削除された。悲しいね。師団名だけで2分間もいじくり回したのでそろそろ本題に入ります。走行師団に改編された師団は配下に1個戦車連隊、2個走行敵団兵連隊とその他大勢を有しており、通常の走行師団と遜色ない編成となっており、兵員も東部戦線帰りの精鋭であった。だが戦争後期でドイツに付きまとう問題として、装備不足が深刻であり、トラックは必要量の3分の1しかないほか、重対空砲が1門もない。そして肝心な戦車に関しては、師団に配備されるはずだった新型のパンター戦車は本国で訓練中であり、前線に赴くには近くで訓練している第24走行師団のものをパク、借りるしかないのだがその訓練も終わっていない。仕方ないので訓練用に引き渡すはずだった旧式の3号や4号を引っ張り出して装備していた。だが師団にとってありがたいことに、だが広い草原で遠距離で撃ち合う東部戦線と違い、森林と牧草地が入り混じる西部においては近距離戦が発生しやすいため、旧式の戦車でも十分通用するのである。え、フランスは後方地域だから交戦する相手がいないって、それもそうだな。44年6月6日、10万を超える連合国軍がノルマンディに上陸。第116走行師団は他の走行師団と違いヒトラーの命令なしに使用することができたが、前述の通り装備も揃ってない上訓練も終わっていない。さらにドイツ軍上層部がノルマンディへの上陸を陽動と考えたため、師団は引き続き上陸予想地点であるカレーで待機することに。5月に約束されたパンターは7月上旬にようやく到着し、第16走行連隊の第1大隊はパンター大隊に改編され、師団の所持戦車は、3号戦車長方針6両、4号戦車長方針73両、5号戦車79両、4号対空戦車8両となった。装備の補充も訓練も終わり、7月18日に師団はノルマンディへ向かうことに。橋が破壊されていたためフェリーでセーヌ川を渡過するといったハプニングもあったが、24日にはカーン南東に到着。イギリス軍の突破に備え待機していたが、連合国の攻勢は東部ではなく西部で行われ、28日にアメリカ軍が山道を占領したことを受け、これに対応するため西部へ急遽移動。翌日に前線へ向かうことになるが、師団参謀であるカノ・グデイリアンの息子のハインツ、ギュンター、グデイリアンの言葉を借りると運命は第116走行師団に微笑みかけなかったのである。まず移動の最中にアーボが師団に襲いかかり、戦車大隊の大隊長が戦死。
戦車の渋滞は進軍を停止し、敵団兵たちは蜘蛛の子を散らすように森の中に避難した。ヤーボの襲撃はほぼ一日中続き、師団は同地点に釘付けにされ、一歩たりとも前進することができなかった。30日になって再び前進し、第47装甲軍団の一員として米第7軍団を迎え撃つことになり、前日同様ヤーボに苛まれ損害を出しながらも米第2機甲師団の進軍を阻止。だが師団もそれ以上前進することは叶わなかった。その後師団は後退し、ボンファルシーを防衛。だがドイツ軍が東部で苦戦している間に連合国は海岸沿いを進撃し、側面を脅かされることに。この状況に対しヒトラーは反撃を実施するように指示、西の海岸まで突き進み連合国軍を分断するよう命令した。B 軍集団の最高司令官であるクーゲル元帥は成功の見込みがないため、セーヌ川まで撤退し防衛線を構築するよう進言したが、ヒトラーはこれを却下し、8個装甲師団と空軍、さらに予備兵力まで投入し攻撃するよう8月4日に命令を下した。一応装備や空軍が揃うまで待機するよう命じられていたが、すでに連合国軍はドイツ軍後方奥深くまで進軍していたため、第7軍司令官パウル・ハウサーは状況がさらに悪化する前に攻撃することに決定。攻撃は第47装甲軍団の4個装甲師団、約300両の戦車で行われ、奇襲を成功させるため準備砲撃なしで実施する予定であった。8月6日深夜、攻撃が開始されたが、第116装甲師団の師団長であるシュエリンは当初からこの作戦に反対しており、部隊に移動すら命じていなかったため攻撃は逐次的なものとなっていたほか、作戦の詳細は事前に連合国軍に傍受されていた。ただ情報が伝えられる前に攻撃が実施されたため一時的な奇襲となり初動は成功。特に第2装甲師団は海岸まで15キロ地点にまで進出、分断まであと一歩のところまでこぎつけた。そして肝心な第116装甲師団は8月7日の早朝にようやく攻撃を開始。師団長は前述の不手際によって解任され、パンター大隊が第2装甲師団の指揮下に入るなどしたが、濃霧のおかげもありある程度の成功を収めたが、正午までに霧が晴れると状況は一変する。情報を得てあらかじめ待機していた英空軍機が退去して押し寄せ、ドイツ軍部隊に銃撃と爆撃を加える。支援を約束していたドイツ空軍は米空軍の妨害によって飛行場を離れることすらできず、制空権は完全に連合国のものとなっていた。攻撃は完全に頓挫し、攻撃開始2日後には師団は攻勢発起点に押し戻された。この状況においてもヒトラーは第9装甲師団を投入し、さらなる攻撃をするよう命じたが、13日に入ると連合国が反攻作戦を開始、ドイツ軍後方を北からカナダ軍とポーランド軍、南からアメリカ軍が北上しドイツ軍そのものの包囲を企んでいた。続く激戦で第 1SS 第2第116装甲師団の巫女師団が保持する戦車は約70両まで消耗。16日にクルーゲ元帥がオーカーベイに撤退許可を求め、返事がなかったため午後2時に全軍に撤退を命令。2時間後にヒトラーは撤退を認め、追加で第 2SS、第116装甲師団に脱出口を広げるために反撃するよう命令。さらにクルーゲが降伏すると考えたヒトラーは彼を更迭、本国に呼び戻した上後任にモーデル元帥が就任した。クルーゲは本国への途中で自決した。モーデルは赴任して早々第 2SS 装甲軍団を北へ、第47装甲軍団を南へ攻撃するよう命令。その後19日に包囲は完成したが、第2装甲師団がカナダ軍戦線を突破し、脱出口をこじ開ける。ここより包囲下のドイツ軍は脱出することになるが、後期から常に連合国軍が攻撃を加え、道路上は破壊された車両と死体で埋め尽くされ、後に死の道と名付けられることとなる。それでも再び包囲網が閉じられる6時間の間に数万のドイツ兵が脱出。第116装甲師団も命からがら脱出したが、装備人員ともに大きな損害を被る。さらに第16戦車連隊の第1大隊が第111装甲旅団の編成のために引き抜かれた。さて包囲で総崩れになったドイツ軍はジークフリート戦へ撤退。第116装甲師団は9月上旬にアーヘンの防衛のために前線に送り込まれた。アーヘンの戦いは2段階に分けられ、便宜上この動画内では最初の戦いを第1次アーヘンの戦いと呼称する。9月の第2週にはアメリカ軍がアーヘン近郊にまで迫っていた。だがアーヘンの守備隊はすり減った第116装甲師団のみであり、8月23日に指揮に復帰したシュエリンはアーヘンを無血開城しようと考えていた。
戦力で不利なのもそうであったが、民間人や歴史的建造物の保護のためでもある。だが手紙をしたため、アメリカ軍司令官へ送ろうとしたその時、司令部より増援が到着することとアメリカ軍の進撃が止まったことを知らされ、さらに市南西郊外に侵入した偵察部隊に対処するよう命令を受け、敵弾兵に攻撃命令を出している間に手紙は治安警察の手に渡る。内容は瞬く間にヒトラーにまで伝わり、シュエリンは解任され逮捕、軍法会議にかけられる。本来ならば死刑だが、軍として不都元帥とモーデル元帥の援護により注意で済み、12月にイタリア戦線に送られ第76装甲軍団の指揮を引き継ぎ、45年4月に英軍の捕虜となった。余談だが市政府職員の大多数が戦いの前に逃亡したが、全員階級を剥奪され地獄に送られた。さてアーヘンに対する攻撃は16日まで行われていたが、敵弾兵の抵抗と別作戦の準備のためにアメリカ軍の進撃は停止。第一次アーヘンの戦いはドイツ側が防衛に成功する。師団長に関しては一次ホイクツベルガー大佐が引き継ぎ、21日にアルデンブルク少将が就任した。増援が到着したこともあり、師団は再編成のために後方兵動。10月13日に空軍兵と第108装甲旅団を編入し、兵員1万1500名、戦車41両まで回復した。10月2日よりアーヘンへの攻撃が再開され、第3装甲敵弾兵師団及び第 101SS 重戦車大隊と共に第116装甲師団も前線に送られることに。最初に攻撃にさらされたドイツ本土の都市であるとともに、神聖ローマ帝国の故地でもあるアーヘンを守らんとするドイツ兵の士気は高く、制空権を失った状態かつ火力に劣りながらも頑強に抵抗。反撃なども行い何度か戦線を突破したものの全て撃退され、10月の第2週に入るとアメリカ軍は市内へ侵入。壮絶な市街戦の後に21日に最後の守備隊が降伏し、約2週間にわたる激戦の後にアーヘンは陥落した。第116装甲師団はアーヘンが陥落する前に東方へ撤退、キュルトゲンの森で待機。森への攻撃は9月から行われていたが、11月上旬に交通の要所であるシュミットが奪取されると、モーデル元帥の命令を受け第89歩兵師団と共に11月4日早朝にシュミットを攻撃。絶え間ない砲撃と師団による攻撃、さらに第89歩兵師団がシュミットを反包囲し、アメリカ軍は混乱に陥り、中には誤って東に逃走し捕虜となった部隊もいた。最終的にはシュミットは完全に包囲される。師団の装甲偵察大隊が補給路を遮断した後、6日にドイツ軍はフォッセナックを目指し進軍。数度の攻撃の後町を脱出するも翌日にアメリカ軍が奪還。8日にはシュミットが陥落し、戦車15両と引き換えに師団はここで初めて大きな勝利を得た。その後師団の大半は次作戦のために拘束されたが、一部部隊は11月下旬までヒュルトゲンで戦闘に従事。ここで9月に引き抜かれた第16戦車連隊第1大隊が11月1、6日に師団に戻ってくる。余談も余談だがこの第1大隊は第111装甲旅団に引き抜かれた後、南仏で連合国軍を迎え撃ったが、旅団長も戦死する激戦の後文字通り壊滅。だがその犠牲は無駄ではなく本命の第11装甲師団が前線に駆けつける時間を稼いだ。旅団は10月1日に解散され、大隊も連隊に帰還するかと思われたが、第11装甲師団の師団長がこのまま大隊を自分の師団に組み込もうとしたのである。大隊長のゲルハルト、テッペ少佐を筆頭に兵士たちはこれに猛反対、最終的にこれは流れたが、大隊は全戦車を第11装甲師団に引き渡すことに。その後10月に再編成と補充を終え、ようやく師団に戻ってきたのである。第1大隊も戻り、補充を受けた師団は万全と言っても差し支えなく、12月上旬の時点で予備含め、師団の保有戦車は4号長方針26両、5号64両、4号対空戦車3両、突撃砲14両であり、これらの戦力をもって新たな作戦に参加するのだが、長くなるので今回はここまで。次回も師団の活躍をお楽しみに、ご視聴ありがとうございました。